いやー、今日も暑いなー。ん？この卵って、もしかして、え？いや、なんでだよ。てことで、どうも、風平です。今回は、エンダードラゴンをペットにして、サバイバルやっていきたいと思います。目標は、ネザー行ってみたいな。エンダードラゴン連れていけるのかな？で、たまたまね、久しぶりになんか村が近くにあったんで、ちょっと食料だけ確保していくか。一番最初の村って、めちゃくちゃありがたくて、こうベッドもあるし、食い物もあるし、まあ、言っちゃえば、この木とかも普通に使えるし、さらにここに丸石とかもあるから、めっちゃツールとか揃えやすいんだよね。あ、これ鍛冶屋じゃね？鍛冶屋ってこれだっけ？いや、そうだ。うわぁ全然良くないと。あ、違う、鍛冶屋ってあれだ。これでしょ、絶対鍛冶屋って。こいつなんかすげえかっけえ。あ、エメラルドが8個あれば、この鉄の剣欲しくね。あと4個エメラルドを探していこうぜ。これはなんか鉄装備入っててほしい。はい、神神か。え、黒曜石。いや、え、めっちゃいいじゃん。ごめん、なんか所定で村引くのめっちゃいいね。でもさ、エンダードラゴンに乗ってけばさ、いろんなところの村に行けるんじゃね。あ、それ頭いいかもな、もしかして。あ、すげえ、なんかエメラルド1個と、いやー、こんなに交換してくれるやつもいるんだ。棒交換できるね。だからこの村にある木を使って棒を作って、で、あいつとエメラルドに交換しようぜ。これでどうだめっちゃ棒できたんだけど。これをじゃあこいつと交換しよう。あれ、これって1個しか交換できないってか。いや、そんなことないね。え、めっちゃ交換できないこれ。え、はい、18個になったね。で、こいつだ、こいつと鉄の剣と交換できる。待って、こいつもう寝てるんだけど。起きてー。あ、起きたごめんまあでも、え、すごいな、エメラルドこんなにもあるのか。あ、こいつまた寝ちゃった。じゃあ俺も寝よ。まあ残りはじゃあ、え、なんかこいつもっといいもの売ってるんだけど。弓と、え、すごくない？これで、え、やあ、ニスタック完璧だこの村すげえな、マジで。いやー、世話になったな、この村よし、じゃあ初乗り行くか。これで持ち物がなければいけんのか。あ、やばい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 、ちょっと待って、やばいやばい、お世話になった村が、お世話になった村が、ちょっと待って、これあれか、向いた場所に行っちゃうから、やべやべ、なんか丁寧に端っこから破壊してる。ごめんごめん、マジでごめんせっかく世話になったのに。おお、すげえことになってる。この村は壊滅してしまったけども、ちょっとじゃあ俺が新しい、また砂漠の村探してみるか。でもすごいね、エンダードラゴン、やっぱ安定感がちげえわ。こうやってもうブロックとかは壊して進めるし、マグマとかに落ちたらどうなる。あっつ、うわ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 、熱い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 。あ、水がある水がある。はい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 。あー、危ねえ。てか、こいつたまに気分でブレス吐くのな。あ、待って、村とピラミッドがある。これおもろいべ、行ってみるか。待って、これちゃんと降りれる。そんなさっきちゃんと寝といたじゃん、あれのおかげですぐ来れたわ。いや、よかった。じゃあこれでまずここ取ってみるか。バケツとかも作んないと、あいつ暴走した時に落下死しちゃうよな。さあ、ここに来て、オッケーオッケーオッケー。ここでまあダイヤ見つけときたいな。ないか。はい、お、金輪5。はい、あー、まあ鉄は嬉しいけどね、かなり。最後、え、エンチャントだ。アンデッド特攻と落下耐性とかない。あー、まあ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 いいや。じゃあ次は村探そうか。こいつって殴ったら、ああごめん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 、そんなつもりじゃなかった。え、ごめん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 、ちょっと待って、普通にダメージ食らうらしい。鍛冶屋はないな、正直。鍛冶屋が一番レアだから、鍛冶屋がある村を探したいね。その前にバケツ作って水汲んでくるか。これ次死んだらやばそうだな。しばらくそこら辺見ていこうか。ちょっと、いや、俺の乗ってる位置やばいな、相変わらず。おおおお、村あった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 。これ鍛冶屋あるかな。なんもなかったな。お、ここの村は広い、見つけたぞ。うえ、広っ。探したけど全然なかったわ。じゃあ、ちょっとか、ちょっと待って、ごめん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 。こう山とかに突っ込んだ。やばいやばいやばい、これ、おお、抜けられるんだ。すげえ綺麗に穴が開く。
こうやって、でもね、多分途中で俺が降りたら終わるな。こうやって洞窟を開拓する。洞窟やばい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 。これどうなってんの。ここで降りる。え、すげえ。こうやって洞窟の途中に無理やり落ちることもできるんだ。まあでもこれそんなに深くないな。こんな感じで、じゃあダイヤの場所も探せんじゃね。 Y 軸がもっと下もっと下。あ、ちょちょちょ、これね、これ危険だね。待って、どうしようどうしようどうしよう、考えろ。もう燃え死ぬ燃え死ぬ燃え死ぬから一回上に出るぞ。上に出て水に着地待って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 、大変すぎるだろこれいやもう行くしかねえか。じゃあこのまま、じゃあ俺もう洞窟行っちゃおう。いやもうこれこのまま洞窟行っちゃうんだけど、ここえ、ダイヤあった、今ダイヤあった、あっぶな、ダイヤあったけど俺今ぶっ壊しちゃったね。あ、だけどこうやって来た道を戻って行けばいいんじゃない。あ、でもこのまま、エメラルドだったエメラルドだった。え、このやり方ありかも。だけどマグマに当たったらめちゃくちゃきつい。それと多分エンダードラゴン岩盤すらも壊すな。よし、じゃあこのまままっすぐ行っちゃう。うわー、マグマ避けた、いって。いやだけどこんな感じ、今あった、いって、で急いで水バケツ。え、あぶね、今なんかチラッとダイヤ見えなかった。これでダイヤがあるところまで見に行く。まあでもここね、すごいいい高さなんだよね。お、でもいい感じに道になってるんだよな。なんかでも俺一瞬マジでダイヤみたいの見えた気がすんだけど、あれおかしいな。いや、なかったからもうちょい掘るしかねえのか。くっそー、結構これねハイリスクなんだよな。え、あったこんなところにダイヤあったんだけど、すぐそこだったんだ。3、4、お、結構あるね。まあ、これで一応ま、黒曜石を枯れるから、よし、ダイヤピッケル作って、で、そこにね、マグマもあるから、これを黒曜石にして取っていこう。よし、これで黒曜石取れたから、ネザー作るか。はい。大丈夫？やば！裏世界来たんだけど！おぉ！岩盤の下の世界来ちゃった。このまま上に行って、ネザーを開くか。どうだ、来い。ここにマグマがないと予想した。あ、詰まった。いや大丈夫大丈夫大丈夫。おお、綺麗な星空。え、なんかめっちゃ良くない？え、すごいね。いいわ、お前がペットでよかったわ。危険だから水辺に着陸するか一回。はい、いいね。よし、これでドン完成だ。いや、ネザーゲートをもうちょっと大きくしたらワンチャン入れるとかあんのかね。よし、行くぞ。じゃあネザーポータル、そこ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 、突っ込め。これどうなる、いけるか、どうだ。すげえ行ったんだけど、そんなことできるんだ。すごい。ここじゃあ普通に荒らせるけど、ちょっと待って、ここで火ついたら俺マジで死ぬ。ほら、暗え、ゾンビビッグマン。いいね。あ、ガストガストガスト、暗え。これどうなる、待って、あのね、攻撃はなんかすごいしにくいな。多分弾き出すだけかな。まさかいけるとは思わなかった。あ、要塞もある。しかもでもこれすごいな。わわわわわわわ、ネザーのさらに上、さらに上いけるか。おお、来た。まだ誰も知らないところに来た。こいつもういけるところまで行ってんね。さあ、ってことでね、エンダードラゴン VS エンダードラゴン実現したぞ。これ待って、あ、破壊できる。いや、だがその代わり俺へのダメージが大きい。あ、待って、でもこれ他の武器持つと一回止まるんだよね、エンダードラゴンが。こんな感じでいいところに立ち止まって弓矢撃って、ちょっと待って、これもなかなか、あー、でもいける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 。で、ここの高いところでも上で立ち止まって弓矢撃って、いいねいいね。よし、てことであと残り1個だけなんだよね。で、それが柵の中なんだけど、で、これ思ったんだけど、黒曜石は破壊できない、すり抜けるんだよね。だから、でもこの柵はぶっ壊せる。さあ、今破壊しましたこれでもう怠慢だな。はい、ここでもうここでね、エンダードラゴンを撃ったり、はい、結構ダメージ食らってんね。え、これやばくない？で、逃げて
これで倒せるんじゃない？もう空中戦とかも余裕で倒しちゃうよ。で最初の村で弓矢もたくさんゲットしたから全然余裕で、このドラゴンブレスどうする？俺当たる？え、当たってるけどなんか食らわない、ドラゴンブレスが。あ、待って、これ降りてくるわ。降りてくるからダイヤ剣用意して、で下に降りる、降りて、でめちゃくちゃ殴る。でここでもう行って危ねえ、俺なら大丈夫よし、いやー強い、エンダードラゴン最強のペットだったな今回。ダイヤゲットするのも良かったし、しかもこいつが飛ぶことによってエンダーマンとか全然敵じゃなかった。ってことでね、ご視聴ありがとうございました。皆さんもね、機会があったらエンダードラゴンペットにするといいですよ。